ちょっと竹山さん言わしてもらっていいですか。すごい顔して話してくるんですよ。いやいや先週の日曜日のことですよ、うん、先週日曜日竹山さん、うん、単独終わって打ち上げ僕呼ばれて行ったじゃないですか、うん、その前の土曜日に僕行ってたんですけど竹山さんの単独呼んでもらって、うん、でその後飲み連れて行ってもらったんですよ、うん、さあ明日も来いって竹山さん何回も言ってきたじゃないですか。打ち上げ来ればって言ったのよ。打ち上げじゃなくて1時のもうみんなの集合から来いってお前は、うん、だからみんな他のスタッフも山瀬さん来てくださいよって変なノリになってるから来いって言ったんじゃん。いや変なノリにしたのは竹山さんなんですよ。とにかく、うん、お前1時から来いって言うけど僕行きたくないからもうずっと断ってたんですよね、うん、ずっともう山とね、はい、まあまあまあ聞くだけ聞くかって、はい、お前コテンパンに負けるよその話、はい、いや大丈夫です、うん、でその後ですね、うん、竹山さんが打ち上げだけ来いって言うから僕打ち上げ行ったんですよ、うん、ねそしたら僕あのちょっとお金がなくて、うん、次の日の仕事行けないから行かないって竹山さんに連絡して、うん、途中からもうメールが来ても俺返さなかったんです竹山さんに、うん、でそしたら竹山さんと一緒にネタ作ってる中田さんが大和来てくれないかって言うから、うん、サンミュージックの全体の打ち上げに僕だけ関係ない中参加したんですね。うん、お前だけじゃないってな、お前だけか、はい、別にでもいいんじゃない、ね、みんなだってお前のこと知ってるから、はい、でもお金ないからって言ったらお金なんとかするからって言ってくれたんで、うん、行ったんですよね。次の日の交通費代もなかったんで僕、うん、でその次のあと今度は若手から離れてみんなで小さな規模で飲み行ったじゃないですか、うんあの時にあの交通費いただいといていいですかって言ったらくれないって言ったじゃないですかお金を、うん、そうでしょ。何が言いたいの、俺は行きたくないって言った飲み会にお金くれるから、うん、もう30回ぐらいの説得に落ちて、うん、僕行ったんですよね、うん、で、最後ラーメン屋に行って、うん、竹山さん僕を、うん、トイレ行ってくるわって言って置いて帰りましたよね竹山さん、うん、置いて帰ったよ。いやどういうことですかって思って。お前芸人だろ。いやいや面白くないですよそれ竹山さん。1週間お前この話いろんなことできるじゃん。いやいやいや嫌です。うん、だ嫌ならやめなさい終わりだよ。いやいや俺たち俺たちサラリーマンじゃないから、はい、はいはいはいね、はい、そういうことが嫌ならやめなさい。やめないです。来はしますここに仕事ですから。うんでもここも来なくていいよ。いやいやそれは来ます来ます、うん、正式に。それ普通だったら何、はい、怒られるのかもしれないけどさ、はい、お前のいいように話してるけど、はい、あの時もお前が来てライブ全体も他の若手もみんな山田さん来てください、うちのマネージャーも山田さん来てくださいよみたいな、お前の相方も、はい、山田明日行けよみたいになって、はい、したら行かないっつってさ、はい、ほんで夜のねお金ないのに交通費くださいって普通交通費なんかもらえないでしょ後輩は。交通費くれるからっていうことで行ったんですよ。うん交通費くれるからって言ってもさ、はい、その前に飲ましてもらってるじゃん。誰の金でどれだけ飲んでる。そもそも僕行かないって言ったじゃないですか。うんそしたら途中で帰ればいいじゃん。いやいやいや打ち上げだけ来いって言ったから打ち上げ行ったんです。それで竹山さんが最後ラーメン屋で置いて帰って僕、うん、竹山さんがに地面で寝てるって言ったんですよ、うん、この時やっぱりちょっと僕許せなくなりまして、うん、あ俺竹山さんちょっと嫌いになりましたあれで。うんだからいいよ、はい、だからやめなそれで。俺なんか昔からさ、はいね、これ、はい、パワハラって言われても別にいいの。俺だって裸でいっぱい捨てられたし、はい、俺全裸にされて捨てられたこともあるし、はいねはい、でもそっから1週間後面白い話ができるじゃん。俺たちはどんなことされても面白い話に変換するのが仕事なのよ。どんなに傷ついたとしても、ね、どんなに嫌なことされても、はい、それを面白いという話で話すのよ。それが我々芸人という仕事よ。それが我々言ったら道化師の仕事よ。それをさ本気で嫌ですって今放送中に言われてもさ、はい、いやいや嫌なんですよ。で嫌な話のネタにもなってないじゃん、はい、その前の話が全部端折ってるじゃん。お前ずっと またもうこんな話をさもう時間割くのも嫌だけどさ、はい、ずっとその前にお前がライブ見に来た後もさ、はい、うちのマネージャーだってお前ら入れるのも阻んだぐらいだよね、はいはいはい、何来てんの世話になってんのに稽古も来ないでってぐらいのことでしょ要はね。そうですね。そして席まで用意するっていうか席用意するなんつ、はい、他の客入れて立たせてでもいいから見せろっていう話もそれあったよね。ありました。でその夜もさいろいろあったでしょ、はい、もうちょっと頑張んなきゃダメだよとかさ、うん、そういうの見てだいぶ言ってお前の相方もさいろいろ話したじゃん。スパローズで話したじゃん俺夜飯食いだから。話しました話しました。その時はいい話してくれましたし、ね、で頑張れってなったでしょ。で頑張れってなって、はい、お前明日なんだってお前の相方は仕事があるけど、はい、お前休みだと、うん言うからそれだったら休みで寝てるんだったらお前会場来い芸人もみんないるしお前仲間の芸人ばっかりいるんだからとブラブラしてんだら来いって話になったよね。だから一時ってなったわけでしょ。でそれをいや俺嫌ですとかどうたなんて嫌です来ますのもいつものやり取りになるわけでしょ、はい、このやり取りを僕はなくしたいだけです、うん、だからなくすかじゃ離れなさいっていうの。だから俺 もう、はい、お前のことそんな今週怒んなかったでしょ電話しても。いやもちろん、うん、だからお前が離れるんだなと思うから、はい、俺は切るからお前のこともうそれ、まあ切る分はもうしょうがないですそれは、うん、もう切られる分はしょうがないですけど、うん、あの
正式なおあの正式に来るなって言われるまではここには来ますけど、うん、納得はやっぱりいかないだから今公開で俺言うよ、はい、公開でカメラの前で言うよ、はい、正式に来るな、はい、いやいやこれもうちょっとあの会社間で話してもらう会社間じゃない番組の MC が来るなって言ってんだから来るな